川野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、あ、どうも、どうも、ありがとう、ウェビス。はい、ということで、ノンジャル箱、いっぱいセット、ね、1800円。はい、なんか書いてある。闇鍋福袋、同梱、同窓、不可って書いてある。あ、そうなの？わかんない。なんかそんなね、注意書きみたいなの来たんですよね、なんか。今回はいいですけど、なんか、次は一個ずつ送料取りますからね、みたいなね。なんか注意書きみたいに来ました。え？知らんけど、と思ってね。いや、そういう設定にしといてくれればいいんじゃないの？みたいな。別に怒ってるわけじゃないですよ。なんかそういうの注意書きみたいな、なんかメールが送られててね。え？と思ってね。それは、こっちに言うんじゃなくて、そっちで設定してくれればいいんじゃない？機械で。まあいいや。あ！ということで。開けました。これね。ほら、もう、ちょっとね、ちょっとスカってんだよ、ね、これ。で、撮るじゃないですか。ほら。なんか、ちょっとスカってんだよね、もうね。しかも何これ。デュララのポスターだ。これ雑誌のやつでしょ、これ。ポスター来ましたよ。怒ってないんですからね、いつもね。ツッコミですから。なんかいろいろ言いますけども、怒ってないですから、全然ね。まあまあ、そういうこともあるわな、というね。ツッコミですから。ポスターね。雑誌の付録でしょ、多分。で、これが、東方形ですか、これ。ね。カレンダー。はい。いつのですか、これは。もうわからないです。書いてないですけども。カレンダーでございますね。1月が水曜日から始まってますね。まず、わらん、うん、いつのか、もうね。はい、ボトル。はい、これ何個目？ワンピースのやつ。何個目かだよ、これ。これ50円ついてるし、はい。来てるなぁ。これは来てるなぁ。1800円ですからね、これね。なんで5箱も買っちゃったんだろう。ちょっと後悔して。これポケモンのほら、なんかゲームで遊ぶやつでしょ、これ。もう、今やってないでしょ、誰も。ねえ。あのね、これもね、いろいろ変わるんですよ。だから、集めてたやつがね、なんか急にもう、またゼロからになっちゃうんですよね、これもね。だから、長年やってる人とかもなかなかいない感じでね、宿とか書いてるね。ポケモンのやつ。あ、これかわいい、なにこれ。フィギュア。ソフビーフィギュアみたいな。カービィの。ちょいちょい出てくるの、カービィ。で、これ何これ。クリアポーチ、クリアポーチ。なんもないっていうね、シンプルに透明。何ですか、これは。メカクッション。猫ソフト。あ、これパソコンのゲーム系だな。あ、この子の顔なんだな、多分。この子の顔なんでしょうね、多分。隠れちゃって見えないからね。ほら、あ、そうだわ、ほら。口見えてるもん、この子なんですよ、この子のクッション。これね、パソコンのゲームメーカーですよね。エロゲーメーカーですね。エロゲーって言っちゃったけど、パソコンゲームですね。これまた、ほら、お母さん作戦ですね。ラップに巻いてますね。はい。あ、これ出た。またこれ、ガオロード。ガオロード、みんなあれかな。これは来るぜと思ってね、買ったのかな。思ったよりというね、アプリでね、いろいろできるらしいんです。これダブってんじゃん、これしか。ね、アプリでいろいろできるっていうけどね、俺はイメージとしてただアプリはね、ちょっとね、結局課金しなきゃ強くならねえみたいな雰囲気あるじゃないですか。だから結局カードをいっぱい集めないとダメとかね、そんなことになりそうな感じがしてね。そうだな、保護者としてはあんまりイメージが良くないわかんないけど、これね、はい、さあ、これなんだっけ、プリキュアか、プリキュアのカードですね。はい、開けてあります。あ、これひょっとして、あ、そう、俺ね、続編気になってるの、これアニメも。ほら。ああ、しかもこんなにある。ほら。ゴールデンカムイの缶バッジ。あ、これいいね。これ見てるから、これ。ほら。パシリアとか言った。ね、はい、かわいい。脱獄王とか言ったら、ほらね。関節を外すの。
あ、いいねこれ。いた、いた、無敵の不死身の杉本さん、主人公いた、よかった。これ全部あるのかな、ひょっとして、ね、さあ、これも東宝だ。あ、こっち、絵柄が違う、裏表ね。うわ、クリアファイル折れちゃうから、こんなところに入れたら。あー、もうほら、ほら、もうこんなになってる、ほら、もうバキってなってる、ほら、これもう、見えます、ほら、もうこんなになってる、ほら、もう、いやー、できれば折れないように入れといていただけると嬉しいけどな。まあ、アイドルマスターだし、みたいな感じになっちゃうのかな。あー、手ぬぐい。なんか上品だね、猫先生の。そう、だいたいこういう風になってないとね、バッチが山ほど、はいはい、傷だらけになっちゃうけどね、これもね、何のバッチが多いんでしょうか、これもなんか、やっぱ女の子が集めてたのかなっていう感じが多いですね。これなんだっけ、これほら、もう剣が君みたいなやつかな、ちょっとわかんない、見えないもん。残念、ちょっとこれ使ってたのがちょっとへこんでるな、なんか、これなんだっけ、あれですよね、オトメイトさんのあの、ほら、結構有名なやつ。あ、白鸚記ね、白鸚記。もうこんな感じで入ってるから、もう傷だけですよね。これも白鸚記なんじゃないかな。こうなっちゃうと、ちょっといまいちわかんないですね。あ、ひちかた。あ、ほら、もうこれも凹んでるわ。使ってやんのかな、使用済み感が、ちょっと。カバンかなんかつけてたかな。これ、クロコドバスケ。クロコドバスケ。このバスケばっかりだ。こっから端からもダブってる、これ、はい、黒子のバスケ、はい、白鸚記、おー、マジか、これ全部そうかな、これ一個一個やったらね、すごい時間になっちゃうかもしれない、ね、ほら、黒子のバスケ、白鸚記、黒子のバスケ、黒子のバスケ、こう同じキャラクターばっかだな、推しだったのかな、これなんかフェルトっていうんですか、バッチ。なんか、文化祭で売ってるやつみたいな、なんか。ちょっと色が変わっちゃってんだ、これ。汚れちゃってんの、これ。黒子のバスケ。ほら、同じ人ばっかだな、これ。マジか、ほら。これ、推しで集めてたのかな、この人ばっかり。ね。ちょっとへこんでんだよな。使っちゃってんだよな、これ。これ何でしょうか。連動フルール。スクエア缶バッチ、あ、これがレンドフルールってやつなのかな、ね、ちょっとまだ分かんないけど、分かんないのに開けたらそれは分かんねえわなって話ですけど、ね、ほらチェーンがちょっと今外れた、危ない、なくなっちゃう、このままじゃね、土方さんですね、発酵機、この子だな、この子が好きなんだな、これ。この子推しだわ、全部。バッチが全部そうだわ、これ。あらららら、これ。あ、で、白鸚記。で、白鸚記と、もうこの子ばっかり。うおー、マジかー。あー、落ちた。ね、黒子のバスケ、バッチ。これ、全部一緒。これ、多分、剣が決めて、さっきのやつと一緒なんだよ。同じ人なのかな、推しだね、ほら。ほら。あ、これ発光器だ、こっちが。これも違うわ、そんなこと言ったら。でも一緒。あ、これさっきと同じバッジだわ。絵柄一緒だわ。ね、で、もう黒子のバスケはこの子ばっかりだ。発光器、この子。はい。ほら、何これ、ダブってるわ。しかも怒ったやつ。怒ったのもこの子。ね、はい。うわぁ。バッジ終わるわ、もう。ほら、この子ばっかり。ああ、落ちた、ね。この子ばっかりだわ。ダブってるわ。ちょっと両手でやりたかったな、これ。2個ずつ出したかったな。うわあ、これ。マジか、ハマってるな。同じ人だ、ほら。ダブってる。うわあ、もうこれも見た。うわあ、マジか。これ好きだったのかな、やっぱり。ねえ、同じ。じゃない、これ。ほら。この子が3つ3種類。もうこの子ばっかり入ってる。
ね、で、最後にこう箱置き学生バージョンみたいなやつ、はい、まだあった、まだありました、別のやつ、これなんだろうね、あーこれさ、わかんないわ、え、はい、違うやつはね、何なんでしょうか、これは、ね、はい、書いてある、これドーナツって書いてある、これどうな、知らないんだよ、これ何なんでしょう、これバンドのやつか、これバンドリですか、何ですか、これちょっとごめんなさい、わからない、いや、マジか。もうなんかだいぶ減ったよ、これ。あ、誰これ。声優さんこれ。あれ、あの声優さんじゃないのこれ。ねえ。え、ゆか。かぐら坂。またするの。なんかちょっとわかんない。島根タッパーだね。はい、ソードアントライナー。パスケース。ね。今回少ない。あ、これなんか見たな。見ましたね。なんか前にあったな。あ、白猫プロジェクトのやつだ。小読みさん。ね。あ、善逸さん来ました。ね、お祭りのやつ。鬼滅の刃キャンペーンクリアファイル。なんか、買ったらもらえたのかな？そう、なんか、ね、どうなんでしょう。で、これが、マドカマギカですかね。はい、クリアファイル。クリアファイルももういっぱいあるな。はい、じゃあこれ先行きましょうか。オメイトカフェのやつ、これだって一回このコースター頼むの結構かかるんでしょ、これ一品が、うわー、これ、あー、そう、あら、そうですか戦場のなんていうんですか、これはワルツね、戦場のワルツね、で同じこんなにいっぱい、これ何なんだろうなんか在庫みたいなの、売れ残りみたいなのガバッと持ってきたのかな、ご自由にどうぞみたいなのガバッと持ってきたのかな、どうなんでしょう、こんなにこれ、だって一杯結構するんでしょ、オートメイトカフェとか行ったらね、え、あ、なんか違う、あれ、いや、全部一緒なんですけど、あれあれ、あ、2枚入ってるのがあるわ、ほら裏表、なにこれ、あ、袋に入ってる、裏表入ってるやつがある、ただそれだけなんですけど、マジか、全部一緒だよ、こんなにかまって買った人がいるのかな、どうなんでしょうね、もう俺バイト辞めるし全部もらって帰ろうみたいなあ、終わったやつとかね、ゴミ箱に捨てちゃうのかな、わかんないけどね、どうなんですか、これ全然わかんないですけどね、こういうコラボカフェの裏事情を知ってる方はね、もし ね、はい、はからぼですね、あ、なんか写真が入ってる、あ、さっきの人は田村ゆかりさんとは違うの、神楽坂ゆかって書いてある、あ、この人なの、なんか声優さんこれね、はい、アイドルですか、はい、これでおしまいですよ、はい、さあさあさあ来ました、これです、これで終わりです、はいね、はい、これまたラップ使ってるんですよ、これが何、ツンデレカルタ B2 ね、ツンデレカルタです、あ、読み手だって、ああー、はい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 、え？読み手 CD が2つあるけど。で、こういうのなんだって。セリフが書いてあるわ。あー、こういうのキュンキュンしちゃうのかな。うん、先輩またやっちゃったんすか？しょっちゅうどうしてって、どんだけ周りに迷惑かけてるか分かってるんですか？迷惑かけるなら、僕だけにしてください。キューン！うわってなるのかな。かわいいみたいな。俺の声じゃ無理なんだよ、これな。うん、これバッドボタンですよ。何こいつ、何こいつってなってね、バッドボタンです。顔が気持ち悪いこいつ、ね。なるんだよ。こういうことになるんだよね。はい。お前は読むんじゃねえみたいになるんだよな。はい。さあ行きましょうか。さあ。これなんだろう。これは統計ラムかな。当たりくじ、座布団風ストラップ。
さあ今の時代ストラップ何つけましょうか、携帯以外につけていくの何につけましょうかね、迷うなストラップ、ね、はい、そしてなんだこれはアイドリッシュセブンの缶バッジ、セブンイレブンのなんかね買ったらついてくるのもらえるのかな、なんか買ったらね、はい、これなんだ、あ、ツイステの缶コースター、はい、ね、ツイステもいっぱいあるからな、すごい、お、これカード、ツイステのカード、そしてアイドリッシュセブンのセブンイレブンのバッジ、あ、これなんだっけ、刀剣ランプコースター、そしてコースター、そしてコースター、くつろぎコレクション、配給、配給のマウスパッドみたいなやつかな、ね、マウスパッドシールみたいな、そんな感じですかね、はい、あ、くつろぎコレクションで、この人たちがくつろいでるから、これ私服でみたいなね、感じなんだな、はい、はい、そしてバッチね、統計ラムのアストラップね、でバッチはこっちだった、こっち見ながら言っちゃった、はい、アイドリッシュセブンね、これ何これ、あー、これ何これ、アイドリッシュセブンのやつだね、かわいらしい歯かなと思った、あ、これはあれかな、統計ラムの、ごめんなさい、光の影がむずい、ね、こんな分厚いんですよアクリルが、ね、はい、これアイドリッシュセブンね、ハイバッチ、アイドリッシュセブンのクリアファイル、小さい、小さいクリアファイルですね、あ、アイドリッシュセブンのバッチと、あとツイステのバッチかな、あ、バッチはカード、ツイステカード、カードはね、またカードはカードのね、福袋買ってるから、今日来るから、はい、アイドリッシュセブン、あ、落ちた、アイドリッシュセブン、じゃあカードがこれからまた来るんですよ、はい、はい、キュー、はい、だからカードはカードでまた別で置いとかないと、超買ってるからもう本当に、なんかさ、アイドリッシュ7のブロマイドね、これはこれ何これ、アイドリッシュ7だねのコースター、これもあれかな、コラボカフェ的な感じなのかな、アイドリッシュ7のね、まあ、簡単に見せちゃうけど一品頼むの結構高いんだからねはい、コースター、そしてアニメートカフェオリジナルね、これが4枚入ってます、これ何でしょうね、さあ、じゃん、アイドリッシュセブンこれ同じ人が売ったのかな、それともまあ在庫処分なのかな、よくですね、分かんないけど、はい、あれこれあれか、裏裏かこっちか、はい、すごいね、量がね、やっぱり、ね、結構お金かけて集めるんだな、頑張るな、すごいなって思うもん、ね、結構かかってるこれ、こんな簡単に見せるけどね、これ結構かかるでしょ、これ集めるの、あ、ダブった、ダブったよ、またかよ、このメガネの人なんか知んないけどいっぱい出るんだよね、いろんなもので、あ、これさっきの、ね、やつで、パシャ、これ来た、アイドリッシュ7、アイドリッシュ7の数もだいぶ増えたんじゃないかな、アイドリッシュ7、あ、これなんかもうね、写真風ですよね、のカード、出たカードですね、写真カード、カードちょっとまずはこっちに置いてもらえると、アイドリッシュ7、グラスマーカーアニメイトカフェ、あー、これもアニメイトカフェ行かなきゃ買えないのか、あ、これグラスマーカーなの、これコップにつけんの、これ、あ、手につけるやつじゃないの、なんか女の子はほら手首が細いからこういうのつけんのかな、どっちでもいいのかな、今手につけるとか言ったらなんかあれだから、グラスマーカーとかそんなことになってるのね、これね、あー、1個ためになるよねってことで、もう中さん的な感じでね、はい、キュー、アイドルセブン、アイドルセブン、アイドルセブンばっかだな、これもアイドルセブンだよ、
カードが入ってるのかこれ。ああこれ何に使うの、写真、あ写真撮るときにこれカバーつけるのみたいな感じかな、ね、はい、200円するんだってこれ1枚100円だねこれも。ああ来てるね、はい、どうした分、はい、まあまあまあただのものはないからね基本的にね、買わなきゃないからそんな。アイドセブンバッチリ。何これ、これもアイドセブンスラップ。これなんだこれ、これさハウステンボスかな、なんか弱虫ってほらやっぱりそうじゃない、長崎ステージインハウステンボスね、見た見ます、これでも開いてないなこれ、ごめんなさい、これ開けない方が、これは、いいやつかもしれない。ね、はい、そしてこれは何、これは、アイドリスセブンか、違う、A3。キャンペーン限定、メッセージカード、缶バッジ付き。はい。あ、メッセージカードだよね。だから、自分で書いて送るのかな、ね、それとも書いてあるのかな。これ何、アイドリスセブン、また買え。アイドリスセブンばっかだ、これ、ジャンボカード出すみたいな感じかな。いっぱいあるね、クリアビジュアルポスター2とか、ね、大好評第2弾的な感じですね、はい、これはおーブロマイド、ブロマイド来ましたね、アイドリッシュ7ね、コカボでしょこれ、そうだね、はい、おーアイドリッシュ7来てますねこれね、はい、全部そうだね、クリアファイル、こんなにいっぱいいろんなキャラクターすごいね、これさっきと一緒かね、 A3 メッセージかバッジが違うのかな、アイドルセブンね、これも一緒、セブンイレブンのバッジ、はい、これ刀剣乱舞のマスコットこれは刀、こういうのありかい、担当だって、うわこれだってこの刀だけだと何の刀か分かんないからね、タグとかちゃんと刀剣乱舞ってね、なかなか名乗ってくれないと、これ歌プリですかね、歌プリのポストカード、はい、この人だ、ね、しかもこれほらスタンドみたいにこれ立てられることができます、これもね400円ですから、結構外した時痛いな、推しじゃないの出てきたいね、はい、そしてさっきのメッセージバッジ、なんかちょっとバージョン違いですね、はい、そしてこの最後でございます、こちらでございます、はい、アイドルセブンいっぱい出たアイドルセブンがね、はい、ということで以上でございます、はい、どうもどうもどうもありがとうございました、ということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします、そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、それはねいち早くチェックできるぜ、チャンネル登録お願いします、男が始まった、やばい、ちょっとごめん、トイレ戻ってきたら終わってる、それはね15分番組だからだよ、変わんのだの2時別の動画も見てね、